にわたる封印から目覚めた煉獄天魔王、その恐るべき魔の手が世界を闇に染めようとしていた。させてみよう。クソ、負けてたまるか。煉獄天魔王、お前の好きにはさせません。勇気の心が必ず悪を打つ。行くぞ煉獄天魔天魔王にも負けた。ブラックガイオンにも負けちまった。今の俺じゃダメだ。こんなんじゃ誰一人守れない。俺には力が必要なんです。でもガイオンを強化するということは獅子堂君の体に負担がかかりすぎる。無事ではないわよ。大丈夫だ。タケルを、大切な友を守ることができなかった。あいつの意志を一番吸ってんのは俺なんだ。だから俺には力が必要なんだ。お願いします博士。獅子堂君、でも忘れないでね。今以上にガイオンシステムを上げるとあなたの体が大変なことになる。大丈夫ですよ。心配ありがとうございます。俺は獅子堂海斗ですから。おい、タケル待ってろよ。必ず力になるからな。
何？あいつらどこ行ったんだよ、あいつら。あいつだって。ほら、教会帝国のヤジロベイとかやつだよ。あいつは俺助けたのに礼の一つもねえんだよ。あなたって本当にのんき？のんき？いい？私たちの本当の目的はキングオブ様の封印を解いてこの世界を支配することよ。それを忘れちゃダメ。みんな大事なこと忘れるわけねえだろうが。おい、あ、これ何？それも見てみろよ、これ。え？見渡す限りも人、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 人だよ、これ。キーホみたいなのもいるしよ。ちょっと暗くて見えねえけどよ、なんか悪役みたいなのもなんかいたりするぜ、これ。え？で、これ何の会なんだよ。あんたね、本当にわかんないの？ほんで今日は日本中のヒーローたちが集まる日本ローカルヒーロー祭の2日目よ。2日目2日目よ。2日もやってる。だからこんなに。あんたと一緒にいると疲れちゃう。あれ、おい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 、おい、教会帝国のなんだっけ、キッキーだ、キッキー。あ、キッキーな。なんだお前、チケット取らしてんなお前。え？クライブとかはさらにモテないよお前。元気出せ元気。ああ、そうだそうだ、お前の方が友達だよ。なんとかってやつ、ほら、野獣ロベってやつが、ほら、あいつお前助けたのに礼も言わねえんだよお前。どういうお前教育してんだお前らは。野獣ロたちは天国天魔王に吸収されちゃった。キッキーのことを守ろうとして。吸収？なんだそれ。天国天魔王っていうすごい強い敵が現れて、野獣郎とかを捕まえて撃ってやったら、なんか吸われて消えちゃったんだ。消えた。てかお前何やってるの？仲間がやられたんだろ。助けに行けよ。無理だキヨ、煉獄天魔王すごい強いキ。しかもみんなの力を吸ってもっと強くなったキ。もう誰も勝てないキヨ。バカな、お前の性格腐ってんな。少年から叩き直してやるよ。誰騒げろ。痛いだろ、な、痛いだろ。我慢するんだよ、我慢を。ほら、苦しいだろ、苦しいだろ、苦しいだろ。やってみなきゃ分かんねえだろお前。やる前から諦めやがって。いいか、戦いっていうのはよ、怖いんだよ。怖い、誰でも突きたくねえんだよ。そうだ、おい、でもな、守るべきものがあるんであれば命を懸けて戦わなきゃいけない時なんじゃねえのか。それが今っつうことだよ。今がその時だっけ。なるほど、全然待て。おい、待て、センターとセンター。お前男だろうが。男だ。男か。あげてこい。わかった、キキやってみる。キなんか面倒くせえやつないじゃん。あんたもそんな偉そうに言えるほど人間できてないでしょ。分かってますけど、じゃあ人生の先輩としてな、迷えるコブタちゃんにこう葉っぱをかけたわけさ。大豚でしょ。そこにいたのか。お前たち、煉獄天魔王様が探していたぞ。来てもらおうか。何言ってんの。私たちまで吸収しようっていう魂胆でしょ。許さないわよ。戦ってわしに勝つつもりか。おお、お前がその気だろうね。こっちやな。
逃げよ。逃げろ。逃げろ。待て。お前聞いたんだよ。遅いんだよ。早くしろ。早くしろ。闇に眠る地獄の亡者たち、我が力を得て蘇れ。私たちの好きにはさせない。みんな行くわよ。私は待ってる。あなたが戻ってくるの。あの揚げたてで。三分待ったもん。みことちゃん。みことちゃん。みことちゃん。どこ行ったんだろう。私を探しているのか。だと言ったら私が絶対にやめさせる。くだらん話はいい。こいつらにかけたら聞いてやろう。さあやる。もうこの体に用はない。ミコトちゃん、ミコトちゃん、しっかりして。ミコトちゃん、ここは私はどうしていたの。ミコトちゃん、元に戻ったのね。もう大丈夫だよ。みんながいた頃に戻ろう。そんな格好して恥ずかしくないのか。さあ、俺はどうでもいい。お前は精霊なのだろう。お前を吸収すれば煉獄天魔王様がさらにパワーアップできる。最高の手土産になるのだ。私は食べてもおいしくないか。貴様の相手は俺だ。バトルスーツ装着。
より生まれし戦士、後進機ブラックガイオンがお前を裁く。キャサリン、こいつの相手は俺がする。早く逃げろ。ブラックガイオンエッセンス、ブラックブラックナンバーワンガイオンじゃ。さあ行くぞ。おい、なんて強さだこの俺が。その程度か。俺はガイオンを倒すまで絶対に諦めない。ならばここで眠らせてやる。待て、お前の相手は俺だ。ガイオン、お前の勝てる相手じゃないぞ。俺の新たな力見せてやる。ライトニングガイオン、ミッションスタート。人々を苦しめる悪しき者ども、このライトニングガイオンがさばいてくれる。ライトニングガイオンだと。ブラックガイオン、お前の相手は後だ。まずはこいつを倒す。生意気な、行くぞ。オズミ博士が強化してくれたこのライトニングガイオン、お前たちを決して許しはしない。思いのけ。ガイオン、いやライトニングガイオン、今度は俺とも戦え。ブラックガイオン、いいだろう。お前との決着もつけてやる。しか戦えない奴に俺は絶対に負けない。おのれ、